第15期女流桜花 A リーグ実況の鳥谷幸典でございます。解説は第14期女流桜花古谷智美が務めます。古谷さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。第15期女流桜花 A リーグ第5節 B 卓4回戦投杯の開始です。ただいま立ち合いに藤島健次郎の合図によって対局が開始されました。さあ4回戦、ちいちゃから山脇、なんちゃ白金、シャーチャ二階堂ルミ、そしてペーチャ中山七海の並びとなりました。4回戦トン一局、山脇の親番ドラはイーピンです。さあハイパイ、トンがトン、ダブトン統一ですね。はい、さあレキメンツはウーマンのあんこ、シャーから、さあ白金は第一相撲で注意が重なる。さあルミは一面通発が統一、中山下の三色でしょうか、ドラ一。だいぶ縦長の、いやそうですね、3回戦を置いて白金のプラス 88.7、ね、これは本人的にももう今日は気持ちよく寝るでしょうね。そうですね、ただまだわかんない、4回戦何があるかですが、うん、さらなる加点になるのか。マイナスはないです。プラスはプラスで変えれますもんね。そうですね、まうん、この半チャンでマイナス90なんていうのもちょっと考えづらいですか ね, ね、わいいとこ引いた。中山連続で今いいペン、さっきペン3万引きましたよね。ペン3万引きましたね、はい、ペン3万関連層という順番で引いてきています。苦しい方から入ってくる。本当だ、見せちゃった見せちゃったからだけど、見せちゃったから切っちゃおう、あんまり切りたくはなかったですね、ことでしょうか。まあそうですね、やはり、うん、見せた牌はちょっとどうしても切りたくはなりますね。さあ山脇は急走つもぎり、うん、ああもうチート位置ですか。チート位置のいいシャンテン取りましたね、はい、さあルミは上の方寄りですがちょっと三色にはずれています。ちょっと山脇マンズにいつも見たい、はい、寄っていく、ね、白金はってなったらもうマンズ切っときたいですね。白金さんはなるほど、親にマンズが高いのでチートイツならですけど、はい、ルミがいいシャンテン、うわ三ピンの方から来た、えいやペン三万カンリアンソーペン三ピンと、いやこれはい、引いてきた6順パーピンみんな切る、パーピンが補充です。いやでもルミさん、あルミさん外さる、うわそうです、ね、外さ、あここでルミが補充となる。中山三色ドラ1 5200、きつすぎる、これは厳しい、こんなきついことあるんですね。いやはい、そうですね、ペンちゃんカンちゃんペンちゃんと引いて中山三色がとてもいい、ね、さあ中山の5200で4回戦幕が開けます。トン2局、白金の親番です。ドラはペー、さあ今日ルミにとってはなかなか辛い展開が多い、辛すぎますよね、はい、ルミは1回戦のオーラスで本日国士無双を補充する場面がありました。補充の仕方もまたそのいや誰が打ってても切る、はい、もう初心者からプロまであれ誰が打っても打つようなペーで、そういう今日はそういう1日のようです。つらいですよ、はい、さあ今回ハイパイ悪くないですね。中山またペン3万を引いています。山脇はピンズの1通過、まあはい、今ルミさんが5位ぐらいですか。そうですね、今日これで今マイナス88ということは、うん、そうですよね、マイナス90ぐらいですもんね、はい、まあ、まだまだ全然 ね, あの、まあ、ただちょっと気分的には良くないですよね。いやもう気分的には本当に、ね、結構ね大きい首位だったので、はい、応援してるファンの方も今日はちょっとじくじたる思いを抱えながら応援されてると思います。うす、ね、あいいとこ引いた、ロソもうドラ切っちゃってもういいまである。さあ天敗宣言でドラのペイが出る形、うん、白金です。これはリーチか、闇点、闇点です。
これ数層とか引いたら振り転率するんですかねっていうことですかね。もしくは死なそうなんで、はい、リーチあるかなと思ったんですけど、はい、ここでリーチでしょうか。あ、ペイを仕掛けられた時のことを考えていたということなんでしょうか。そうか、まあ、相手がマンガンだったらちょっと対応するよということなんですかね。でも、はい、そっか、降りる気もあったってことですかね。なるほど、うん、つまりこのプラスを一平行ができた、神山が入った。そのつまり白がね、このプラスをもう今日は持って村に帰るぞという展望があるということですか。でもちょっと増やして村に帰りたくないですか。なるほど、そうですね、村に帰るならせっかくなんで、はい、はい、たくさん米は取れた方がいいですもんね。そりゃそうですよね、はい、どこの村に何持ってたか分かんないですけどもさあ、山脇がチーピンのポン果敢に攻めています。青森出身ですからね。青森出身、森、あ、そうなんですか、うん、そうですそうです、はい、白金さん青森出身。あ、白金の上がり、山脇食い取った形ですが宝珠となりました。リーチピンフタンヤオは5800。高め、山脇が白金の26オールを食い取った形ですが、でも26オール積もられた方がいいですよね。一人で5パーかぶっちゃう、報酬するんだったら積もられた方がよかったかななんていう思いもありますが、うん、さあ白金連チャンです。トン2局1本場、ドラはチュン1枚あるぞ。ただあんまり形は良くないですか今回は。あ、でもね、自敗自敗って持ってくれれば全然上がりになります。さあ白金がこれで本日のトータル100を超えたそうです、はい、おお、すごい。いやー、王か A に上がれてプラス100したら嬉しいですよね、はい、いやー、はい、もうねえ、さすが王家様、うん、この喜びをよく知ってるんですよね私100したことないですけど、あ、まあ、ないからこそ の、 はい、そのでも60ぐらいプラスした時に、はい、まあ、すごい嬉しかった思い出はあります。はい、だってその一人で祝杯あげそうになりませんか、ね、その思いとして、気持ちとしては、確かにそうですね、ついつい、はい、はい、私だったら実家に電話してしまいそうです麻雀してんのと言われてはですが、プラス100ってね、はい、なかなかできないですからね。いや、そうですね、何年かに1回ちょっと憧れですよね、その、はい、私としてはやったことないんで。私最近やったんですけどね、はい、まあ、特賞で、はい、そうですね、まあ、その話はやめときます。特集の話はちょっと、はい、ちょっと NG が多くて、はいはい、なんかいろいろ、はい、あの、とにかく私頑張ってくださいと思ってはい、いや、お前も頑張れよの典型的なブーメランですが、はい、で、ルミさんがなんちゃで難を仕掛けてる、はい、難を仕掛けて、うん、ちょっと、はい、手が迷ってるような形ですが、ちょっともう苦しいからってことですね、はい、うわ、なんかまた陳列みたいな、中山またとりあえずウーピンですか、はい、このような形から色に寄っていく。え、ここはお、さあ仕事かを見た、はい、ね、ピンクのいいシャンテンを選択しました中山です。うん、そうか、ちょっと想像見ても良かったかもしれないですね、はい、そうですね、うん、なんか見るのかと思いましたが、まあ、なんか泣いても漫画になりますから陳列って。そうですね、このルールで、うん、はい、公式ルールの漫画が、あ、今つもぎりましたね今の。そうですね、はい、うん、ウッパーマンローピンの受けも残るんですけど、はい、つもぎりましたね、はい、やはり今日の調子と合わせての選択なんでしょうか、ま、ここは吐く、ね、逆にルミさんが現状だとマイナス100を超えてしまっているっていうところですよね、はい、中山さんかわしたんじゃないですか、もしかしたら。なるほど、なかなかかわしてますね。かわしてますよね。もともと112ぐらいですもんね、はい、ポイント差が。恐ろしいですね。恐ろしい面白いけど恐ろしい、ね、恐ろしいから面白い、はい、ね、はい、恐ろしい。ルミはまだ100までは行ってないそうですが、あ、なるほどなるほど、現状3着、はい、はい、出ませんが変わっているそうです。中山パースを置いていれば陳列、ね、あと1個でしたが、そうですね、小さくなけたでしょうし、はい、白金いいシャンテン
ルミが仕掛けて、ここでサブローマンの転敗。イーソーはフリテンチーの形でした。さあこれかん、あーウーピンドイツですね。はなるほど、どこでしょうか。イーソー、うん、まあリャンゾー手出しなんでちょっと切りたくないけど、はい、切りました。切りました。ドラドラになって一通含みですからね。はい、山脇はそうし、あとチュンは残り1枚です。積もりました。ルミ何300、500は400、600。お今手を振ってるように見えましたが、そうですね、何かで私じゃないです、はいはい、違いますよっていうことですね。無実を、はい、無実を訴えてますね。有罪を宣告されたと。さあ今上がったルミの親番です。こちらトン3曲になります。ドラはウンソー、はい、ウンソー1枚、うん、両面立つ。デキメンツはありません。イーソーから中山シャーがアンコです。ソーズで一メンツ、ドラを含みで、はい、ドラメンツができています。悪くないですね。山脇は第一相撲で1メンツ完成。白金は1メンツ、他のターツも揃っています。両面できる。スーソーは切りたくないですよね。ドラ引きもあるので、はい、チーピンか3ピンなんですけど、はい、37もあまりちょっと切るには早いような気もしますが、うん、そうですね、はい、その瞬順がありました。あーローピン、あーまあまあ、まあ、これはもう分からない。これは分からない、これは絶対に分からない。むしろどっちか選ぶってなったら、はい、あのルミ親のルミさんがいいピン切ってるんで下の方がいいでしょって言って、はい、なんか3ピン残しちゃいそうですもんね。いやそうですね、選ぶってなったら。いいところ引いた。いいシャンテンだ。シャンテン、はい、カンサンマンがひょっこり来たりなんかすると親からリーチが飛んできそうです。3万残りでもリーチしたいですね。はい、なるほど、うん、カンローマン、あでもいいシャンテン、はい、こちらもいいシャンテン。数層と9万のくっつきですが、はい、もちろんウーソーを引いててテンパりたいような感じですかね。チーソー、うん、もう9万切りましたね。はい、スーソー切っちゃうか、はい、どこでしょうか。お、ここは切りません。3万きた。これは即リーチ、うん、これは即リーチですね。はい、親の二階堂ルミからリーチが入っています。リーチピン、フドライチ、マッチはローキューピン、ローピン場に1枚、残り4枚。お、4枚いればローキューピン4枚、さすがに。さあシャンポンの転敗、転敗だけどどうするんだろう。マンズはちょっと安そうですか。いやしかし親と戦えるが、まあワンチャンス。おー、2位に行きました。中山強い選択。ところはイーマンが4枚見えたからですか。はい、あはい、リャンマンはロンハイ、ここは白金引いていく。リャンマン、パーマンのシャンポン、パーマンは、パーマンは1枚山脇が持っていますってことは1枚か、はい、残り山にはパーマンが1枚。これはあさすがにルミの上がり、リーチツモピンフドラ2600オール。中山なかなか強気な選択でした。強気でしたね、はい。まあ、ちょっと今日の、なるほど、調子を見て見てたと思いますね。もしかしたらいけるんじゃないかというところで掛けリーチでした、うん。さあルミの連チャンとなります。トン3曲、まあ、積もったら1326ですから、はい、まあ大きいは大きいですよね。そうですね、うん、そこを考えてのリーチ、うん、もちろん中山もプレーオフでポイントを持ったまま臨みたい。
そうですね、はい、プレーオフ、うわハイパイ、中山のハイパイがなんか終盤みたいな形です。ドラウケもある、ナンガアンコ、ダブルチャンスだったじゃないですか、はい、ダブナアンコの何でしょうか今の幻ですかね今のダブなんじゃないですか、あ、なんちゃですね、トンバなんでなんちゃです、ダブなんじゃないですか、ごめんなさい、はい、そうか、いやでも広くなるイーシャンテン、山脇はさあポン材が揃った、今にもリーチが、あー絶好だよ、これはおー闇天、闇天なんですか、はい、です本当ですか、はい、ちょっと私に聞かれますでも答えられないんですが闇天だそうですいやまあそうですよね、はい、曲がってないですもんね、そうですね、パイは、はい、横に向けられてないですね、いやーリーチの方がここはルミの親をすっと、まあ、うん、上がり、はい、山脇の宝珠なんなんはだってこれこそ、はい、あの積もって1326じゃないですか、はい、そうですね、ね、なんかそれを三面ちゃんだし、はい、狙いに行きたいけど、まあ堅実に上がりを取りに行ったって感じですよね、はい、うん、ここはリーチに行かずの堅実な上がり、はい、さあそして中山が親番を迎えます、トン4局、ドラは9ピン1枚入っています、うん、ペンチーピンの形になった、ハイパイはそうですね、悪い方でしょうか、悪い方ですね、はい、ドラ1もあるけど、山脇はメンツが一つ、白金が良さそうだ、ルミさんも良くない、はい、あんまりみんな良くないですね、あんまり、はい、そうですね、うん、動けることを考えたら山脇さんの方がいいまでありますね、なるほど、うん、あ、いいところ引いた、うん、さあ白金がイーシャンテンです、イースを切ったら三蔵持ってきちゃったんですね、うん、切ったら来るやつですね、うん、いや、イーシャンテン広くなります、さあ両面両面にカンチャンを足した形の広いイーシャンテン、さすがに白金さんが一番乗りっぽいですけどね、そうですね、急走はちょっと3枚切れです、数層もあと1枚、意外と薄めです、本当だ、そしてルミは3色の方向、中山メンツはまだない、今回は受けでしょうか、山脇も急走自分で切ってるんだ、あ、そうですね、イースピン引いたらどうするんですかね、なんかちょっと振り点の3枚切れの6球層にあんまりしたくないですよね、はい、自身で1枚使ってますし、うん、うん、これで急走が売り切れ、ここはもう外しました、うん、ってなったらもうってことですよね、はい、でスーピン引いたらいいペイコーでダマでも上がれるしっていう判断ですよね、はい、なるほど、切っちゃおう、切らない、切らない、ドラは、はい、ドラはまだ出ていません、パーピンが2枚切れています、あ、外した、麻雀ある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 ですね、はい、ルミさんが仕掛けた、はい、ルミが老僧の地位、両面です、6、7、8、タンヤを3色のイーシャンテン、うん、なんか外すと来る感じになってますね、外すと来る感じ、官僚層のところもはい、さあ中山は丁寧に打牌を選んでいく、もうちょっと無理かなっていう
今曲はお休み。まあ、でもドラが急便なんでルミさんの、はい、仕掛けが単用って思えれば別に、はい、ああもうこれで怖くはないですね。これで急便出ましたね、はい、うん、これで切りやすい状況にはなんで別になんだろうな、はい、ドラ切ってシャー切ってストン切ってってもう自分都合に進めてもよかったかなとは思いますけどね。あんまり中山です、ね、ノーテンバップと、はい、先手宝珠変わらないので、はい、むしろなんか一人ノーテンとかになったら嫌じゃないですか。嫌ですねこの一人ノーテン敗3000点と言われるあの感じがもう、まあ、言われないですけど3000点払う感じが3000点とは言われないです、ね、言われないですね、はい、マジかとみんな張ってたのなんていうありますね。3000点以上のものを失う気持ちが、うん、はい、まあくまでイメージですが。さあルミ天牌入らないですね。両面両面、ね、もしかしてこれ全員ノーテンある、はい、4人ノーテンまであるかもしれない。山脇さんも、ね、天牌じゃない、はい、山脇もこれでのあこれで白金が天牌を入れました。一人天牌かこのところ一人天牌、はい、入らない。うわウーピンが食い流れました。ルミの天牌、天牌の牌だったんですがパーピンは泣けない。天パれるか、天パれない。流局です。白金の一人天牌、まさかの。大きいですね。3000点。さあ4回戦難一局を迎えます。今映っている山脇の親番ドラは数ピンです。なんか山脇さんおとなしいですね。なんかはいちょっと3回戦4回戦そうですよね、まあ、手配が来てないっていうのもはいそうですね。ちょっとさあなんちゃですが、ああ難波ですがトンガ統一親の山脇、白金は老僧が暗号、ルミはピンズで一気通貫か。中山も早そうだ、うん、山脇さんの親番はやれるのか。そうですねちょっと、うん、感触が良くないとは思うんですが。そうですね、あとなければね分かんないですよ。はい、まあ、今までの傾向から言うと山脇あのポンはトンでなんですかね。あのポンはポンですね。はい、形がいい人がいないですか。早くてそうですね。あでもいいところ引いたな。これで、はい、これでいいシャンテンか。中山さんが一番早いですね。お仕掛けではないですね。あれ、はい、あれさあスイッチャー福田でお届けしております。はい、今回からスイッチャーの名前を呼ぶシステムを導入したので、あそうですね、プレッシャーかけていかないとね、はい、後でどうだったのかちょっと聞いてみたいと思いますはい、あちょっとスタッフからですね、はい、はい、やめろと、いえ、はい、ガンガン圧をかけましょうという、あ本当ですか、はい、指示が入りましたのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあもう情報によりますと、はいはい、そのスイッチングをしている福田も、はい、私の YouTube をちょっと何回かご覧いただいたような話を、うん、そうなんだ、はい、していたことがございます。まあ、本当かどうかは分からないんですが。でも登録はしてないんですね。登録は分からない、してるかもしれないですちょっとはい、してなさそう、以前見てますという一言言ってくれたので、してなさそうですよ。私はそれを信じて生きているんですが、あと見たのは本当かもしれない。登録しているそうです。あ本当ですか。はい、寿司ボーイズよろしくお願いします。申し訳ない面白いですよね。でもあのドッキリとか、いやそうです ね、あれ面白いですよね。はい、実は私お笑い好きなので見るの、はい、そうなんですね。好きです好きです。ちょっとはい、芸人さんとかよく麻雀されるので。あそうなんですね、はい、いずれちょっとそういうお仕事をね私の方で触れたら、はい、あぜひぜひいいなと思ってるんですが、なかなか、はい、なかなかいいシャンテンが埋まらない。そうですね、埋まらないですね。
山脇さんのトン全員山ですか。誰も持ってないですね。山脇のトンがあんこになる可能性もありますね。まだそうですね。さあルミが仕掛けました。うん、もうドラ切らない前提でリャッピンから切りましたね、はい、パーマンのポン。ドラを使い切るならパーピンですけど、はい、イーペークを残すならリャッピン。さあどっち、うん、ここはウーマン、うん、ウーマンさあ山脇がこれはトンの後付けの形。そうですね、はい、ウーマンだとドラを引いた時にダマで上がれるとかそういうことでしょうか。どうなんですかね。さあルミ天牌の形ですが役がありません。ここはパーピンとしました。あーちゃぱ、ルミはパーマンオポン、山脇はマンズ567で両面の5の地位です。あ、でもこれで対応になったから。対応になった。まだ。うん、まだいける。さあなんだ。イーマンでした。さあルミはテンパイが入らない。山脇はトンの後付け。トンどこ行ったんですかね。ルミさん、あ、ルミさん。ルミが1枚、はい、持ってるんですね。あ、辛いな。ちょっと打てないですか。まあ山脇さんの仕掛けが、うん、でも別に単葉に見えなくも、はい、そうですね。ないですけど。手出しで19とかあまりなかったような。あ、ここで中山、ね、はい、九ピンをチーしてテンパイを取りました。形式テンパイ。さあトンがいらっしゃいません。今回ワンパイでしょうか。そうですね。さあ山脇ハイテイでトンを積もるパターンもあります。うん、トンではない、積もらない流局となりました。これ見てるみさん私使っていちゃってなりますよね。いや、そうですね。親の山脇ペーチャの中山2人テンパイで流局です。今両替が行われて、うん、さあ難一局日本馬となります。ご覧の山脇が連チャン。ドラはウーソーです。お、いいんじゃないですか。おー、3、4、5、6、7マンズが3面チャンの形、そして表示牌が2枚。ウーソーはありません。チュンから山脇がいいハイパイ。さあ白金はマンズの本一でしょうか。まとまるか。ルミはマンズで一メンツ。ドラドラ、中山ドラドラ、ぶつかりそうです。そうですね、マンズ。さあもう両面ターツを払っていく白金。うん、今回はもうマンズと共に生きていく宣言ですね。まあでも一応トップ目なので、はい、そんなにね、なるほど。あのやっぱりあの本一高くなるんですけど、はい、上がりにくくもなるじゃないですか、はい、上がり優先で考えてもよかったかなとは思います。ちょっとまだ小さに手をかけるのは早かった説。あの、はい、まあでもじゃあチュンかなんか選べって言われたらちょっと難しいんですけど、なるほど、そのどっちか重なってから行くっていうのでもよかったかもしれない。山脇、あ、でもお白金どん続々です。泣いてくのかな。そうですね、現状山脇が一人沈みの状況。あ、いいところにいた。うわ、その山脇に手が入っている。いい、白金初があんこになる。ただ左こうマンズの形があまりいいとは言えない。いいとは言えないです。さあ面本チートイもまだ想定にはあるでしょうか。白金です。ないでしょうか。まあ、仕掛けていくと上がれそうですが、山脇どんどん、あ、テンパイだ。はい、これでカンチーピンのテンパイが入りました。親の山脇ダマなんですね。単力ありますね、はい、ここでダマ、親の先制リーチってやっぱしたくなりますが、ね、なんかドライチだと、これ両面変換見てるってことですか。その間に白金が面本のイーシャンテン、
リャンカンシャンポンのイーシャンテンが入ってる、うん、中山はここでリャンピンペンサンピンを払います。山脇は闇天、うん、まず天敗か、スチマン、さあ数万ルビがここで宝珠となります。白金本一発8000は8600、うーん今テンパったところからのルビもこれ数万山から、ね、そうですね、つもぎりですもんね。難しいですよね、まだそんなに、はい、まあまあまあ確かに本一っぽいですが、そうですね、そう白金が4万点を超えてきました、うん、すいません、なんかあの本日に決め打つだなって言っちゃってあのもう何も言わないの、いや、まあ、いい解説だと思うんですよ、いやいやいや申し訳ない。さあ白金のハイパイご覧ください。チュンがあんこです。おこがましいです。おこがましい、いや違うんですよ、あのもうあのなんていうんですかね、あの大丈夫だと思うんですよどういうこと、お悩み相談コーナーみたいになってますうわいいな、うわ中山もいい、いい、ちょっと2人はいいですね、はい、そして山脇も、うん、なんか揃いそうです、白金手がすんげーイーシャンテンですかね、はい、白金がイーシャンテン、白金がイーシャンテン、はい、山脇はちょっと遠くにちゃんたか、天敗白金関連ピン、うん、一手代わり3色です。今日二差しの3色がとてもなんか、そうですね、はい、出てますよね、出てましたね。中山さんもイーシャンテン、はい、早いな、本局はとても早い、あてかもう天敗じゃないですか、はい、白金さん、白金関連ピン天敗入れてます、関連ピン天敗の、はい、うわ中山も差し5方向、4ごろ方向、はい、山脇も手がどんどん進んでいく、お白金これ総図伸ばすこと考えましたか、今ドラスピンですからね、はい、うん、なかなかあのターツ払いづらいですかね、払いづらいですよ。リャンピンは山に3枚です。3枚か、うわリーチだ、これはこれをリーチせずとして、いやしかも嘘を3枚見え、はい、めちゃめちゃいい中山からなんていうんですかね、いいリーチ入っちゃいましたさあリーチピンフタンヤをサブローソーです。うわリャンピン対サブロソー、はい、リャンピンは出上がりが効きま す、ね、こちらです。そうですね、マージャンゾですか、はい、現物ですから。さあ中山のリャンピン宝珠の可能性もあるのはあります、まあ、まあありますね。ローピン白金さんももう降りないでしょうからね、はい、サブロソーはあと4枚とりあえず、あウーマンから、ウーマン、リャンマンじゃないですね、リャンピンがここに来た、うん、リャンピンはあと2枚、2枚対4枚、ローソーのツモ中山の上がり、リーチツモピンフタンヤオドラ2000、4000、山と白金で、ね、はい、競っている感じです。満3曲になります。中山トップですね。そうですね、はい、このハンちゃんトップ目で、さあルミの親番ドラマ運送ソーズが後継、さあ中山のハイパイチューチャンパイがはい、チューチャンパイがいっぱいっていうのは分かりますか、チューチャンパイいっぱい、はい、を踏ませていただきました。ん、海が言いそうのポンからもう染めてってことですね、はい、言いそうのポンはなかなか限定されますよね、うん、さあ中山チューンを打っていく、牽制も含めてだと思いますけどね、はい、まあね白金さんこの手なんでちょっといけないですかね、はい、お小さい4枚目がやってきた、お、さあ上茶の白金はそうですねいけないですね、うん、
里山は気にせず打っていくような形でしょうか。うん、そうですね。あ、なんか続々となんかすごい感じになってきたぞ。イソーポン大成功の巻でしょうか。そうですね、海にソーズが寄ってきました。うわ、すごいすごい。これ何？テンパってる？これテンパってない？テンパってるように見えましたが、はい、あ、テンパってないか。いや、これはチュンと急走のシャンポンじゃないですかね。あ、そうか、はい、テンパってんだ、はい、チュンと急走のシャンポン、はい、ちょっと並びが、そうですね、はい、欲しかったので一瞬見ようと。あ、これチュンは切らない、ね、切らないですよね。ここ切らないですね。白金のところに行ってしまうと、お、お、お、これです。チッソーチュンですが、チーソーがありません。スーソーチュンの状態ですね。そうですね、はい、どうなん、あ、山脇さんが仕掛けてった。山脇も参加、初のポン。もう想像余っててちょっと怖いですけどね、はい、ドライ色の本一で、本一というかまとめてね、はい、本一か陳一かちょっとわからないですね、うん、まだ判断材料はあんまないんですけど、はい、本一ドライ一陳一、中山がリーチに行く、なんとダブナントウーピンのシャンポン、ダブナントウーピンのシャンポン、なかなかの、ここは今日やっぱり海には当てていくという判断でしょうか。でもこの思い切りの良さは、はい、いいですよね、うん、やっぱイースを仕掛けてからのやっぱ打ってますね、うん、まあ、ウーピン使えないでしょっていうのはもちろんありますね、はい、さあそして山脇が手を止めます。あ、うん、ここはローピン、中筋です。中筋、まあ、ルミさんも降りないでしょうからね。え、もうチュンないじゃないですか。チュンがですね、白金さん、はい、いや、中山の第1打目、そうですよね、まあ、1打目は言いそうだったんですが、うん、で、スーソーは、スーソーが山脇が2枚持っています。で、表示に1枚です。スーソー1枚対、はい、1枚対なんとウーピン、ナンは山脇さん1枚、山に1枚、ウーピンが白金にもあるので2対1、2対1は分からない、2対1、はい、そうですね、2対1は分からないけど、そうず仕掛け、あ、これナン宝珠、ナンじゃん、ナンは宝珠、中山の上がり、宝珠は山脇、正解、はい、リーチダブナン5200。ここでルミの親番が流れます。まあでも山脇さんも満貫天敗ですからね、はい、山脇も勝負にいった、はい、さあオーラス南4局、中山がトップで親番を迎えました。本日の女流王家トータル1位2位そして6位そして15位の戦いでしたが、ね、ギュッとなんか詰まった感じですね、はい、上下がギュッと詰まった展開になっています。見てる方は非常に面白い、やってる方はもう胃が痛い。さあ中山のハイパイ、ね、何がドイツ、確かにシーマンが2枚、あの中山さんは伸ばしたいですよね、はい、山脇は第一相撲がカンリャンソー、白金1面通、ルミはハツがドイツ、このままいったら魚谷さんトップですか。山脇さんが現状18位の8位で、はい、26ぐらいマイナスなんで、なるほど、40ぐらいマイナスしますもんね。そんなことあるんですね。1位と2位が崩れていくという、ね、なかなかないパターンですよね。いや、魚谷さん1位は、はい、あのよく見る光景なんですけど、そうですね、はい、こんな展開があるかなっていう、はい、1位と2位がその、ね、後ろに下がっていくっていうパターンが珍しいですよね。ね、あんまりないですもんね。まあ、でも明らかにちょっと良くないですもんね、2人は。はい、これ中田も2位まで上がってきてますもんね。あ、そっか、もう山脇さん中田さんの下まで行っちゃってますか。山脇はもしかしたら、まあ、ほぼそれぐらいですか。はい、山脇 90.4 だそうです。あ、90.4、はい、この成績で終わると、まあ上は大混戦なのは変わらないですね、はい、大混戦ですね、本当に。本当ですよね、誰が来るのかわからない、ね、そして中山はどんどん加点をしたい、したいですね、はい、
中山さんも今、はい、白金もプラスで終わりたい。今プラス40ぐらいですもんね。はい、うん、全然ありますもんね。上がってきてますね、うん。諦めずにやっているとこういう展開もあるんですね。ありますね、はい、諦めちゃダメだっていうことを学びました、はい、ちょっと、はい、自分で反省しちゃってますけど、はいはい、結構俺諦めの早めだったなっていうのは、はい、ありますか。思いますね、はい、ちょっと無理かなっていう。うわ、いいとこ引いた。カンパーマンはドラこれでいいシャンテン。山脇なんでちゃいますかね、1個進んだらね。これテンパイでリーチ来て山脇さんもテンパってなんとか、まあ、悲しすぎるんで、はい、うわテンパイ、あでもこっちだ、はい、こっち両面の方だ。中山からのリーチ。さあパーマン2もありますか。パーマンバニー1枚、自身で1枚、残りがそして白金が1枚、パーマンは1枚あります。1枚か、はい、ウーマンは2枚、これで1枚か。あ、そうですね、 2枚ですね、合計両方で2枚。いやでもこのウーピンとか押せるのすごいですよね、山脇さん。全然もう気持ちが強い、ウーパーマン。さあ白金はもう撤退、もうちょっと無理ですね、はい、現物の数万、うん、ルミさんは、チートイツイシャンテン、はい、だけどということで初、うん、積もった高いホーリーズモドラドラは3900オールうわわわわ、中山がぐっとぐっとポイントをよこしなさいよと。すごい高い方の積もザ・オーラス連チャンとなります。井上さんの大連チャンのあそこの席ですか。確かそうですね、そうですよね、はい、あそこの席が席あるんですかね、わかんないですけど、はい、宿ってるのかもしれない。なるほど、勝利の女神が、はい、座りたい、宿ってる席、座りたいと思って座る、自分座るとあれってなる時があるんですよ。女神にへそ曲げられて、大体そういう時ダメなんですよね。さあ南四局、今晩中山のハイパイがいい、ドラはウソ、これは差し子などなど。山脇さん2回連続ちょっと箱ぐらいは、はい、山脇ちょっとしんどいですね。うん、珍しい、白金 が箱から仕掛けるプラスで終わろうという。次満貫積もられたら自分沈み見えちゃいますからね、はい、ちょっともう止まりなさいってことですかね。はい、ストップっていうポンです。はい、さあルミもチュン、ルミさんももう、さあ白金が吐く、ルミがチュン、それぞれポンをしています。山脇さんがドラドラになった、はい、そして現状ですね、はい、中山が、はい、中田をかわしてトータル2位まで上がってきています。すごいめちゃめちゃ動いてるじゃないですか、はい、今日、はい、本当ですか、すごいな、すごく面白いですよね、こう見てる側としては。まあ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 、じゃあもう本当に上がね、はい、みんな詰まってるってことですね。大荒れの大荒れの第5節荒れすぎじゃないですか。とうとうこちらにも台風がやってきてしまいました。はい、そっかそっか。でね、白金さんもはい、下からグイッとね来て上がってきて、もう高級ボーダーは今のところ脱出してる。そうですね、藤井西山からしたら聞いてないんだけどみたいな状況になっていますおかしいだろうみたいな、はい、さあ白金いいシャンテン、ルミは想図で手が進みますが、まだうん、中山さらなる加点を、うん、これで、うん、あ、両層でしたね、三層に見えました。ルミさんももうマイナスは受け入れるよみたいな、はい、さあ白金が白に続いて何のポン、リャングーマンのテンパイを入れます。さあ山脇どこを切る、ドラドラです、うん、ドラは使い切る形で、はい、
ヤングウーマンはあと2枚です。2枚か。さあパーソールミが一旦ここでチーの選択しました、ね、チュンをポンしているルミ、本一ドラ、本一チュンドラのイーシャンテン、イーソーとシャーのくっつき。んさあ中山はどこだ。ここはリャンウーマンに一瞬手がかかったように見えましたが、単用に行けば当てないですけどね、はい、2ピン9ピンかなというようなところ。そうですね。でルミさんそう、あでも想像ってそん、まあほとんど想像か。でもうんもうねヤンピン3枚切れなんで、はい、一通厳しいなってなったらタンヤオですよね。さあ山脇はどうする。なんかはい難しいですね。あんまりいいように来ないですね。リャンソー、リャンソーはいら、あ、アンパイとしてですか。ん、トイトイには、はい、受けません。リャンウーマンで続行です。そうか、もう確実に上がりを、はい、打点ではなく、ね、今はもうこの浮きを守るというのが白金の目的。そして片割りが三増だからちょっとそっちには期待できないっていうのもありますか。そうですね、三、うん、トイトイにしてシャンポンで三っていうのはもうそうですね。でルミさん想図高いしみたいな、はい、すごく嫌ですよね。三と三のシャンポン、まあ、このウーマンをさあルミが打つか。いやー打たないんです。さすがです。打たないんですよ。打たないのすごいですよね、はい、どうなってるんでしょうか。あ中山さんも切らない、はい、切りませんでした。さあ山脇は一旦トンも打たない。さあ流局となるのか。ここでトンが来た。どちらも打つにはしんどい牌。さあ中山どうする。手締まりか、うん、ウピンつもぎり。さあ誰もまだ、いやここがテンパイなんですが、そうですね、結構前からテンパってますね。リャンウーマンの枚数が少し少ないです。そうですね、はい、まあ、白金としては一人テンパイで終わっても全然いいと思いますよ、はい、目標は達成するわけですから。中山さんもねトンも止められてしまったのでちょっと、はい、さあ厳しかったですね。イーシャンテンなのですが、うん、ちょっとトンはもう打てないですかね。あトイトイならば、トイトイならば積もってた、はい、でも言いそうじゃないんですね。ルミさん言いそうを取ってますけど、はい、数万短期のテンパイを、うーん、ん、これそうか、山脇はもうやめてるんですね。さあこれで流局となりました。白金の一人テンパイで流局、うん、はい、以上で4回戦が終了いたしました。トップから中山、はい、そして2着に白金、3着ルミ、4着に山脇という並びとなりました、はい、山脇は2連続4着、かなり厳しかったですね、はい、ということで本日の、はい、はい、うん、まあ、4ゲーム終わったわけですが、はい、どうでした。今日なかなかの大波乱だったと思うんですが、大波乱でしたね、ちょっと、はい、ルミさん山脇さんは辛い一日になってしまったのかな、ね、まあ、特にルミさんは、はい、かなと思いますけど、白金も大きく、はい、そうですね、大きくプラスできたので、まあ、上下がちょっとギュッと縮まったような感じで、まあ、そうですね、1回戦これは、はい、はい、YouTube 行きとなるんでしょうか。国士無双も出ました。そうだそうだ、あれは誰でも打ってしまう国士無双、誰でも打ちます本当に、はい、それでは、はい、本日の、はい、成績表が用意できたようです。ご覧ください、はい、さあ本日中山並みプラス 54.1 でトータル 98.4 第2位、そして 山脇千文、本日マイナス 49.5、うん、
トータル 85.5 で第4位、はい、そして二階堂ルミ本日マイナス 105.1 つらい、はい、トータルプラス 51.7 で6位、そして白金ですね15位だったんですが本日プラス 100.5、はい、トータルポイントマイナス 31.4 第10位と着順を5つ上げてきました。はい、だいぶ変わりましたね。いや、だいぶ変わりましたね。変わりましたね。今日の4試合だいぶすごいですね、はい、ずっと見応えのある展開だったと言えるのではないでしょうか、うん、はいはい、ということで、では次回の女流王冠のお知らせです、はい、9月30日水曜日、夕方5時より、第15期女流王冠 A リーグ第5節 D 卓の模様をお届けいたします。出場選手は東沙織、松岡千秋、川原舞子、藤井すみれの4名です。実況私鳥谷幸典、そして解説は藤島健次郎が務めます。ぜひご覧ください。はい、この日はですね朝10時から女流王冠 C2 リーグセレクトもございますので、はい、こちらから、まあ、朝からご覧いただければと、はい、はい、対局メンバー聞いてみます。はい、岡田紗弥香、はい、小笠原奈央、高橋優輝、後藤咲乃、はい、なるほど、4名ということで、はい、楽しみですね、はいはい、おそらくスタッフがダブルヘッダーになる、まあ、おそらくそうでしょうね、はい、はい、なると思うので、はい、福田君の起きる時間も聞いておきたいと思います、はい、それでは、古谷さん今日ありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでは本日はこのあたりで失礼いたします、皆さんご視聴ありがとうございました。さよなら。